宅建試験を受けようと思ったきっかけ、動機を教えてください。はい、転職を考えていたので、その時に不動産業で調べていくと、あれ宅建あるとなんか優遇されるらしいって思うのが分かったんで、もうそれぐらいの軽い気持ちでちょっと最初はスタートしました。なぜ通信を選んだか、そしてなぜその中でもフォーサイトを選んだかを教えてください。お金かけたくなかったんで独学を考えたんですけど、もう本当に初めての分野だったんで何も分からなかったんですよ。何から手つけてもいいか分からないんで、これはちょっと一人じゃ無理だな。そうなるとまあ通いもありかなって思ったんですけど、通いだとちょっと自分の性格上通ったことに満足しちゃって、中身は多分そんなに、まあ、実際進んでなくても通ってれば進んでるかなって勘違いしちゃうところがあるんで、通信であれば、まあ、自分のペースで、まあ、自分で感覚でちゃんと経験積みながらいけるかなっていうところ。講師講義の印象から教えてもらえますか？はい、そうですね、見たのはトータルで1回だけだったんですよ。はい、で1回一通り見させてもらって分かりやすく教えてくださったので、そこでちょっと気持ちのハードルが下がった。でそこからテキストに入っていったっていう風になったので、まあ、最初の入りとしてはすごく助かったなって思ってます。なるほど、そうですね。ありがとうございます。はい、副教材としてですね、はい、の漫画であったりとか、はい、戦略立案編とか合格必勝編とかですね、周辺の教材もあるんですけども、この中で何か使ったものであるとか印象に残ってるものってありますか？漫画には、漫画、そうですね、はい、やっぱり最初テキスト届いた時の第一印象として思ったより難しいって思ったんですよ。でこれはちょっと無理かもって最初の段階で諦めかけるぐらいちょっとハードルが上がったんですけど、まあ諦めるぐらいだったら最初漫画だけでも読んでみようって思って、で漫画から最初入って、まあこんな感じで使うのかっていう取っかかりとしてお世話になりました。そうだったんですね。その他にe ラーニングシステム道場破りというものがあったんですが、はい、そちらはご利用になられましたか？ね、そうですね、道場破りは、はい、特にシンプルに丸バツのクイズには結構お世話になったっていうところで、はい、回数こなす上ではちょっとシンプルですごくやりやすかったなって思ってます。そうだったんですね。はい、フォーサイトでいろんな教材をですね、はい、お配りしてるんですが、この教材特に良かったなとかですね、でそれをどのように使ったか、あるいはですさらに言うとどの点が良かったか教えてください。テキストはやっぱり非常に分かりやすいっていうのと、余計なところがないっていうところ、過去問をひたすら回すっていうことを今回の勉強の中心で考えた時に、まあ過去問 ABCD っていうのがあったんですけど、まあ、これは数やるしかないんですけど、やっていくと分かってくるので、これで不要だなっていうところはまたさらに消して、で A と B は確実に出たら 100% 抑えられるように。1日あたりの学習時間であるとか、はい、あるいは直前期の学習時間、まあ、全体の、まあ、期間時間というようにですね、その期間や時間の話をお聞きしたいんですけれども。はい、時間としては振り返ってみたら150時間、申し込んだのは6月とかだったと思うんですけど、はい、ちょっと振り返ってみたら9月までの期間に7時間ぐらいしか勉強しなかったんですよ。まあまあですね、まあまあちょっとこれはやばいなって思うんですけど、なのでもう最後の1ヶ月半で、まあ、1日9時間とか、はい、まあ、ちょっと仕事とかもあったんですけど、もう合間作ってやっぱり控えせないなっていう思いで、もう本当に最後だけ駆け抜けた感じですね。はい、まあ、今回ですね、見事宅建試験に合格されて、はい、今後の目標ですね、まあ、例えば次ので、ね、資格試験目指すっていうのも OK ですし、あるいはプライベートの面でも OK なんですけども、何か目標とされてることってありますか？宅建の合格で正直自信がついたっていうのが大きかったので、今まであんまり勉強っていう勉強をしてきたことなかったので、初めての勉強で努力してみて、あ、やればできるんだっていうのがもう本当にシンプルに分かったんで、これを機にちょっと気になってた資格、はい、簿記とファイナンシャルプランナー、これどっちもちょっと今年取り進めていきたいなっていうふうに思ってます。なるほど、分かりました。はい、改めまして本日はお越しいただきありがとうございました。宅建試験は正直難しいです。ただやることはすごくシンプルなので、それを進めていけば絶対合格できると思います。頑張ってください。